ジャン・ジョルジュ・カストネルは、フランスの作曲家、音楽ライター。ドイツ語で、ヨハン・ゲオルク・カストナーとする表記もある。ジーン、ジョルジュ・ケストナー、1867父親は、デトビレール出身のヨハン・ゲオルク・カストナーで、母親は、ベルト出身のマリー・ザ・ロメプ・プファイファー。学祭に恵まれたにもかかわらず、父親の要望を入れ、1827年から1832年まで、 ストラスブール大学で進学を学ぶ。1835年に過激、サルマタイの女王がストラスブールで初演された後に、同志の評議会より、奨学金を授与されて、パリ音楽院に入学し、同年より、アントン・ライヒャとアンリ・モンタン・ベルトンに支持した。1837年5月16日に、門人レオニー・アマブル、アルベルト・ブルソーとパリで結婚する。が裕福だったため、 カストネルは経済的な不安なしで音楽活動に携わることができた。なお、息子のジョルジュ・フレデリック・ジェーヌ・カストネルはピロフォンという楽器の発明者である。カストネルはフランス様式の作品に徹底して合唱などのドイツ的な要素を取り入れている。ありがとうございます。